はようございます。今日はちょっと練習器具を紹介したいと思います。なんと朝日ゴルフさんが出てるクラシックパッティングですね。はい、こうミラーになっていて、これでパター練習をするんですが、私も初めて使うのでどんな商品かまだあんま詳しくないですが、パター練習に最適と聞いたのでやってみたいと思います。ちょっと説明を読みますね。クラシックパッティングミラー、こう U 字をカップに向けてセットします。この U 字ですね、この U 字をカップに向けてセットして、ボールの目線の上の黒ラインに両目が映れば、目の位置がボールの真上にある証拠です。目と肩のラインが平行になっているとターゲット、カップに向けて正しくアドレスができています。両目が映って目と肩のラインが平行になっていくといいなって。やってみよう。保護フィルムみたいなのがまず貼られてるんで、これ外すの皆さん忘れずに。外さないとこれ全然顔映んないんで、やってみよう。なんかこれよくプロとかもさ、練習グリーンで試合前とか使ってるの見たことある。上りカップに向けてこの U 字を合わせる。で、あ、顔が映ってる。目と、あ、肩ね。あ、難しい。あ、私だいぶ目と肩のラインが平行。こう、こういう感じ？この線に合わせて。すごい違和感。で、こうなる。ミラーを見ながらアドレスを調整します。やってみよう。なんか分かった。まず両目を、目を映す。片目。え、だって両目映んなくない？片目でいいの？これがちょうど上だとして、こうでしょ。あ、目映ってる。で、肩のラインを平行にして、すごい違和感。器用。あれ、見すぎた。肩のラインは確かに結構違うかも。はい、おお、なるほど。意外に普段通り立つと結構こっち側に目が映っちゃうね。普段の私、肩映りません。普段の私、肩映りません。ってこと、でも多分、でもこれが正しい位置で肩が映ってまっすぐ。多分、アドレス、肩のアドレスと、この方向性、まっすぐ引いてまっすぐ出すっていう、この基本的な動きの反復練習に、いいかもしれないですね。うん、ちょっともう一回やってみよう。もう一回やってみよう。やってみよう。だいぶ自分の癖はでも分かりやすい。肩を合わせて、ね、あー、惜しい。弱い。なんか弱くなっちゃう。なんでだろう、なんでだろう、弱くなってしまう。お、すごい。それ通りにやればちゃんとまっすぐ行きますね。信頼することが大事かも。自分のいつもと違うけど信頼して。以上です。パター練習器具の使い方でした。皆さんもね、こういろんな練習器具でやってみるの朝調整としていいと思いますので楽しんでください。はい、皆さん、今回はどんなパターの練習器具を家で使ってるかをコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どんどん練習器具変えてみてください。なんかいいなと思ったのあったら、私もそれ使ってみたいなと思いますので、よろしくお願いします。バイバーイ。